歌ダンス TV をご覧の皆様、こんにちは。元統一全日本6連覇チャンピオンの小田圭司です。第1弾から第5弾まで小田流ベーシックということで、皆様にご紹介してきたんですけども、今日はですね、そのベーシックを一通り通して皆様にお見せしたいと思います。ただそのベーシックをですね、ご覧になられてない方は、概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今日踊っていただくのは、なんと僕のパートナーの佐渡子先生です。どうぞー。ジリジリー、ついにやってきました。こんにちは。小田流大丈夫？大丈夫大丈夫。おお、言うね言うね。じゃあ早速行ってみましょうか。ゴー。それではやっていきたいと思います。2, 3, 4 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 2, 3, 4
クラチャからのオープニングアウトです。1 2 3 4 and 2 3 4 2 3 4 1。もう一発ここでおだりを着て3ポジション OK。 それではここで里子先生から女性目線のアドバイスを伺いたいと思います。何かありますか、里子先生、どうですか。そうですね、まあよくある話なんですけど、まあ、男性がこう前に来て手を組むと、なんかいろいろ気になって自分のことに集中できない、なんか普段シャドウだとうまくできていることが男子が前に来ることによってなんか狭く感じたり思い切ってできないっていうことがあると思うんですけれども。なるほど、はい、あの大事なことはですね、気にしないで踊るっていうことです。シャドウするってこと。そう、あはあのね、相手のことをリスンするってとっても大事なんですけど、まずはその女子自身の運動量、そうだね、動ける、自分で立ってて動けてなんぼっていうところはあるので、あんまり男性のこのどれぐらいでくるかな、こんぐらいやっていいかな、ダメかなみたいなことに気を取られすぎないことが大事です。そうだね、だから女性も 全部シャドウできなきゃいけないもんね。もちろんです、もちろんです。そうそうそう、その上で関わりが生まれるっていうところですよね。そうですね、それが女性に対するアドバイスかな。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、みんな大丈夫かな。頑張って。じゃあ刑事先生、何でしょうか。まあ、第1弾から第5弾までね、小田流の踊り方やってきました。ボディ使ってヒップ使うと、これも女性も同じ動きをして男性も同じ動きをしますということも説明したと思うんですけども、大事なのはですね、それをうまく使うために2人の枠というものが大事になってくるんですね。例えば、ホールドした時にですよ、例えばクローズヒップとします。2 3 4、はい、この後ここはもう一流の流れで、一流の流れで、ここだりをこっから膨らみが出るんですよ、ね、はい、この時にお互いにボディヒップを使うんですけども、この組んでる手見てください、結構力強く枠を作ってるんですよ。でボディを使うとその枠が伝わってお互い引っかかるという仕組みになってます。これが枠がなかったりするといくらボディ使ってもお互いにそのコネクションが合わなくなってしまうというか、あの繋がりがなくなってしまうんですね。なのでしっかり枠を作った上でボディヒップを使うとこのように膨らみが生まれていきますので、このファンポジション、ここもそうです、こ
この灰、今のこの枠ですね、枠につながっていくんですボディ。はい、 OK。 そうするとよりボリューミーなね、オダリュルンバの、なっていきますので、枠意識していきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。オダリューベーシックね、ちょっといろいろと難しいと思いますけども、皆さんね、ぜひトライしてみてください。はい、それでは、皆様の質問コーナーに、どんどん答えていきたいと思っておりますので、オダリューベーシックに、質問のある方はですね、コメント欄にどしどしご応募ください。ね、ぼちゃーぼちゃ